皆さんこんにちは。日本テレビアニメ大好きアナウンサーの伊藤亮です。こちらの動画では私のおすすめアニメを紹介させていただきます。今回取り上げる作品は五等分の花嫁です。五等嫁、あのね、私ラブコメ大好きなんですけどね、今激ハマりしている作品ですね。見るきっかけは担当されている声優の皆さんが全員私大好きだったということで見始めたんですけど、見事にね、そのストーリーにもハマりましたね。では早速そのあらすじをご紹介してまいります。成績優秀なんですが貧しい生活を送っている上杉風太郎という高校生が、転校してきた美少女5つ子たちの家庭教師をすることになったんですよね。ただこの5つ子たちがくせ者で勉強が嫌い、しかも全員赤点候補。最初はね、全く風太郎が勉強を教えるとしても全くこの受けようとしなかったんです。ただその風太郎が真摯にこう教えようとする誠実な姿勢というものに、5つ子たち心が動かされていくんですよね。風太郎を含む6人の関係がどん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 変わっていくわけです。一体誰と結ばれるのか、ドキドキハラハラなラブコメディでございます。このアニメの魅力は本当にたくさんあるんですけど、声優は外せないなと。さあそこで今回は各キャラクターの好きなシーン、そして声優の皆さんについてご紹介したいと思います。まずは少女のいちか、演じられているのは花澤香菜さんです。花澤さんはですね、唯一無二と言ってもいいぐらいのね、透き通って、さらにこう芯がしっかりあって、強いキャラクターとか結構攻撃的なキャラクターとかも演じられるんですよね。そんな花澤さんの演じられているいちかの中で一番グッときた場面がです、5話の最後の方ですね。風太郎に助けてもらったいちかが、頑張ったね、ありがとうって膝枕しながら言うんですよ。もうこれだけでもうね、このアニメ見てよかったって思いましたね。いちかの小悪魔的な、お姉さんキャラ、すごい魅力的なキャラクターなんですけど、ガッとね凝縮されているシーンということで、今回こちらを選ばせていただきました。さあ続いては次女二の役、武田津彩さんでございますよ。彩ちツンデレの役を演じさせたら、私はね日本でトップだと思います。二のツンデレなんですよ。私が一番好きなのが4話でお祭りの人混みの中でニノがはぐれそうになってしまうというシーンがあるんですよ。そこを風太郎がガッて腕を掴んで、掴んでろって言うんですよね。もうこの時点であーってなるんですけど、いやーこの時のねニノのね息遣いとか本当に最高で、俺はたまらないなと思いましたね。さすが武田さんでございます。さあ続いて三女のミク、演じられたのは伊藤美久さんです。まさにね今大注目の若手声優さんで、天真爛漫なねキャラクターを演じられているというイメージが強いですね。そんなね伊藤さんが演じられているミク、今回はねおとなしいキャラクターを演じられているんですよね。そんなねミクが風太郎と出会うことで恋心を抱くとともに、どんどんいい方向に変わっていく姿、けなげな感じが出ていて本当に可愛らしいんですよ。で特に好きなのがですね、アニメのね第12話かな、いちかに私は風太郎が好きだから好き勝手にするよ、その代わりいちかもみんなもお好きにどうぞ、負けないからって言うんですよ。あのミクがこんなセリフ言うようになったってね、一番この作品を通して変わったキャラクターだと思うんですよね。はい、私はちなみにミク推しです。さあ続いては四女の四つ葉、演じられているのはあやねることさくらあやねさんです。演じられている主要キャラクターは数知れず、今ね飛ぶ鳥を最も落とす勢いの声優さんではないかと私は思っております。はい、元気印の四つ葉、元気を与えてくれるアヤネルもぴったりなんですよね。そんなね四つ葉の中で私が一番好きなシーンが8話ですね。腹痛で倒れた風太郎に対して、四つ葉が献身的に解放するんです。風太郎はこのシーンで四つ葉になんでそんなに協力的なんだって聞くんですよ。その時に、膝枕をした状態で四つ葉が好きだからって言うんですよ。あーってなるんですよ、もうそのシーンで。この後がね私はねおーって思ったんですけど、不敵な笑みを浮かべながら嘘って言うんですよ四つ葉。普通だったら嘘って言うと思うんですよ。で四つ葉ってもともと嘘が苦手なキャラクターとして描かれてるんです。好きだからはちゃんと言えてるけど、どれが嘘なの、じゃあ本当は風太郎に対して
どんな気持ちがあるの、そういうね、いろいろな想像をさせてくれるという意味でもこのシーンはですね、私一番好きなシーンでございます。さあ最後は末っ子いつきでございます。演じられているのは水瀬みのりさんです。ずっと応援してます。声が本当に素敵、もう芯があって心に響くんですよね。水瀬さんはですね、歌手としても活躍されていまして、毎日曲聴かせてもらってます。好きなシーンなんですけれども、いやね、いっぱいあるんですけどね、ただね、7話ですかね。普段はデスマス区長のいつきが、ある事情から無理やり風太郎に対してタメ口になる場面があるんですよ。これがね本当に可愛い、出ちゃうんですよねデスマスが。ただそれを隠すようにたどたどしく言うところがけなげで、本当に素晴らしいなと思いました。もうね、ここがね、風太郎といつきの関係性をね、すごくね凝縮しているとか物語っているなと思いますので、注目していただきたいというふうに思いますね。いやまだまだね話足りません。5等分の花嫁 Hulu で絶賛配信中です。ぜひご覧ください。